族の皆様の演舞どうぞお楽しみください。はい、会場の皆さんこんにちは。お隣はですね、柏市からやってまいりましたよさこい柏くれないちと申します。私たち、今ご紹介になりましたように鳴子、この音をですね、非常に重要視しております。というのは高知のよさこいでは鳴子の音が鳴らなければよさこいじゃないと言われています。私たちも8月に、高知よさこいの本祭の方、出場してまいりました。また来年も行きますので、ぜひとも私に一緒に行く方を募集しておりますので、お声をかけていただきたいと思います。それでは皆さんどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。構え。
たくさんの拍手いただいたお客様に礼。よさこい柏紅塾の皆様ありがとうございました。今一